50代以上モニター専門家モニケンです。皆さん、先日からアマゾンで日本初のイベントが始まっていることはご存知でしょうか？ゲーマーの皆さんならすでに知ってるかもしれませんね。5月9日から5月15日までの期間、アマゾンゲーミングウィークと名付けられたセールが行われているんです。その名の通り、ゲーミングデバイス関連が大量にセール価格に値下げされています。そんなセール商品の中から、ゲーミングガジェットレビュー系 YouTuber モニケンの一押しのセール品をご紹介したいと思います。それでは行くぞ。まず一つ目は IO データギガクリスタ EXLDGC243HDB。 お値段は 25,800 円。まあ、普段からね、この製品は価格が、まあ、27,000円くらいなので、値下げで言うと、まあ、そこまで割安ってわけでもないんですが、そもそもね、このモニターはコスパが高い製品です。 ADS パネルでリフレッシュレートは 165Hz、 応答速度 1ms、 モニターサイズは 23.8 インチと、 FPS ゲームからグラフィック重視のゲームまで幅広くプレイできるスペックです。ちなみにADS パネルっていうのは IPS パネルと同じ特徴を持ったパネルです。で、このモニターは HDMI の入力端子が3つあるので、家庭用ゲーム機とかレコーダーなどとも相性が良いです。しかも IO データは日本メーカーなので、モニターのメニュー機能の設定が非常にわかりやすくて、各項目にどういう機能かっていう説明がね、モニターに表示されます。他のメーカーだとマニュアルを見ないと何の機能かわからない機能も多いので、モニター慣れしてないっていう人は IO データのモニターがおすすめ。さらに、もっと上の FPS ゲーム向けの最強スペックが欲しいという方にはこちら、 Acer XV2529ZBMIIPRX、 名前が長い。なんとリフレッシュレート 280Hz の応答速度 0.5ms に対応しているゲーミングモニター、リフレッシュレート 240Hz のさらに上です。しかもパネルは IPS パネルで、ディスプレイ HDR400 にも対応しているので、映像美もバッチリ。それがお値段 41,480 円は結構安いですね。240Hz でもこれくらいするモニターが多いので、 280Hz っていうことを考えるとね、かなり安いと思う。で、過去の価格も見てみたんですが、まあ、最安値でも 43,900 円だったので、まあ、41,480 円は過去最安値。これなぜか製品画像が 240Hz になってるんですが、ちゃんと公式サイトとかだと 280Hz と記載されてるので問題ないはずです。詳しいスペックは型番でググって公式サイトで確認してから購入した方が良さそうですね。一方、高リフレッシュレートだけじゃ物足りない、高解像度の美しい映像も見たいっていう方には、今最強のモニタースペックである 4K144Hz ASUS TUF Gaming VG28UQ-L1A、 お値段 84,109 円、高い。でもこれ実は過去最安値更新してます。5000円くらい過去最安値更新してますね。そもそも通常価格が 92,573 円、 4K144Hz のゲーミングモニターの中だとこれでもね、かなり安い方です。 HDMI 2.1 対応なので、 PlayStation 5 や Xbox シリーズで 4K120Hz の出力も可能で、さらにね、 HDMI 端子が4つあって、様々な機器につなげられますし、クロス挿入や PIP-PBP 機能など便利な機能も盛りだくさん。価格は高いんですが、満足度も非常に高いモニターですね。モニケンチャンネルで個別にレビュー動画も上げてるので、詳しいスペックが気になるっていう方は、そちらの動画もチェックしてみてください。続いては、あのスタイリッシュヌーブさんや加藤純一さんも使っているゲーミングイヤホン、シュア SE215SPEA。 遮音性が高くて耳にフィットしやすいデザインで、音自体はフラットな音ですが、ミックスアンプなどを使って低音を落として高音を上げるっていう調整をしてあげることで、FPS ゲーム向けの音になります。1万円程度のイヤホンの中ではダントツの性能で、プロゲーマーやストリーマーに使用者も多く、信頼性も高い製品。音の定位感もバッチリです。ゲーム用のイヤホンで迷ったら、これ一択。価格は 11,380 円。普段より、まあ、大体2000円くらい安いですね。普段が 13,395 円なので。お次は、スティールシリーズの最強ゲーミングキーボード、Apex Pro の日本語配列版。僕はキーボードはね、断然日本語配列派です。で、このキーボードの何がすごいって、このオムニポイントスイッチ。これがね、キーを押し込んだ時に反応する深さ、アクチュエーションポイントっていうんですけど、これをパソコンのね、専用ソフトで自分で設定できるんですよね。ゲームをやるときは、
銀軸みたいにめちゃめちゃ早く反応するように、アクチュエーションポイントを最速の 0.4 ミリとかにして、普段はしっかり押し込まないと反応しない 3.6 ミリとかにすることもできる。しかもキーごとに設定できるので、間違えて押しやすいキーは少し深めにアクチュエーションポイントを設定しておくなんてことも可能。これがねマジで便利なんですよね。あとゲーミングキーボードなのでもちろん光るんですが、光り方がねめちゃめちゃ綺麗なのもおすすめポイントです。ただこのキーボードサイズがフルサイズ、10キーがついてます。正直邪魔なんですが、これね10キーですがね非常に品薄で高騰してて 47,480 円、正直ねコスパ悪いです。この価格は3ヶ月前は 32,000 円だったのに、どんどん値上がりしてる。ちょっとね時期が悪いですね、10キーレスを買うには。でフルサイズの方はセール対象で 24,340 円、さらに 10% オフクーポンが効くので実質 21,910 円で購入することができます。まあゲーミングキーボードとしては2万円超えは最高級クラスですが、性能は間違いないです。10キーやってもいいよっていう人ならぜひ一度試してほしいですね。いや10キーなんていらない、それどころかファンクションキーすらいらないっていうミニマリストなあなたには 60% サイズのゲーミングキーボード、コルセア K65RGB ミニ、こいつがお買い得ですね。お値段は 11,900 円から、さらに 10% オフクーポンが適用されるので10,710 円です。このキーボードは 60% サイズなのでかなりコンパクト、デスクが小さい人とか老戦士の人でもマウスを振り回してもキーボードにぶつかりにくいのでゲームには超便利。軸は反応速度の速い銀軸を採用しているので、軽いキータッチでもしっかり素早く反応してくれます。デザインもねホワイトでオシャレなのもグッド。でこれ日本語配列なんですけど、金文字の印字がなくてデザインの邪魔をしてないのもかっこいいですね。ただコンパクトなサイズの分ファンクションキーや矢印キー、デリートキーなんかがないので作業用としては正直使いにくいので注意しましょう。基本はゲーム用途ですね。あとアマゾンでね物を購入する際にはアマゾンギフト券を買ってから購入すると最大 2.5% のポイント還元が受けられるので、必ずアマゾンギフト券をチャージしてから購入することをお勧めします。というわけで Amazon ゲーミングウィークのおすすめ製品を紹介しました。今回紹介した製品はね概要欄にリンクを貼っておいたので、そちらからね詳しいスペックとか現在の価格とかもチェックしてみてください。今回はねセールの予告がなかったので動画がちょっと出遅れてしまったんですが、すでにねセール在庫がなくなっていたっていう製品もありましたね。日本は最近ステイホームでゲーマーが増えたり e スポーツが盛り上がったりでゲーミングデバイスを買う人が増えてるのかもしれません。ちなみになんですが、セール品として Amazon で紹介されていても普段と値段が1円も変わってないっていう製品も混ざってたりするので騙されないようにしましょう。 Google Chrome の拡張機能キーパーを入れておくと Amazon の商品価格推移が見られるのでおすすめです。あと今回はねクーポンで安くなる製品が多かったんですが、物によってはプライム会員じゃないとクーポンが使えないどころか表示すらされない仕様になっているので、プライム会員になってないっていう人はぜひプライム会員になっておきましょう。見えないところで損をしてるかもしれません。 Amazon でよく買い物するならサブスクの中でも Amazon プライムはねダントツでコスパが高いのでおすすめです。そんな感じで動画を終わらせていただきます。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!